タカチャンネルの動画ショー。そっか、でも食わせるわけにはいかないな。アマゾン、はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は劇場版仮面ライダーアマゾンズ最後の審判について語っていきたいと思います。ほんとね、僕ドキドキものですね。あの予告見たんですけど、仮面を落とすシーンとかあったりして、誰の仮面が落ちたのかよくわかんないけども、なんか仮面が落ちるシーンがあったんですよね。仮面ライダーの仮面が落ちる、面割れするみたいなところ、すごい熱くなるシーンですよね。とても楽しみですね。あとね、水沢美月役の人がね、4D 上映の CM でね、すごいはしゃぎながら映画を見てるっていう CM があったんですけど、最後の決め台詞もね、結構エグかったなみたいな、これやりすぎだろってアルファが言ったりしたところとかね、すごいね、印象に残ってます。面白かったです、あの CM。 というわけでね、今回紹介するのはですね、じゃあこちらに持ってまいります。いきますよ、せーの、はい、こちらでございます。仮面ライダーアマゾンアルファの SH フィギュアーツですね。こちら紹介していきたいと思います。こちら劇場版のね、方で活躍します、はい、もう一人のライダー、アマゾンアルファですね。野生のライダーです。ネオアルファっていうのが劇場版の方で出てくるんですよ。今日信夫さんって方がね、1979年生まれの39歳の方が演じますけど、今日信夫さんって方なんですけど、こちらの方はですね、忍風戦隊ハリケンジャーでカブトライザーをやられてた方です。ネオアルファっていうのはね、別のライダーで、新ライダーなんです。その劇場版だけに登場するライダーでして、すごいネオアルファの見た目がね、ちょっとボロボロな感じの迷彩柄みたいな感じを出してるんですよね。で、このアルファと戦うことにもなるし、オメガとも戦うことになると思うんですけども、すごくね、活躍が楽しみな、その今日信夫さんの活躍も楽しみですし、こちらのアルファも楽しみですね。はい、では早速じっくりこちらのフィギュアーツを見ていきましょう。オープンユアアマゾンってこちらにね書いてあります。銀色の字で書かれてます。胸に手を当てるポーズですね。シーズン1でのアルファですけど、じゃあ横ドン、後ろドン、そしてもう一度横ドン、はい、パッケージ裏面よく見ていただきましょう。こちらね、こちらアマゾンスラッシュかな、このエフェクトパーツもついてきますね。前回のオメガ同様ね、このシーンよく見ますよね。結構ね、胸に手当ててね、歩いていく感じね。高山仁役のね、人はね、555に出てましたね。555のゴーブルーでしたっけ。高山仁はひもだとか言われてますよね。ツイッターでね、よくつぶやいたことがね、炎上しちゃったりしたことありましたよね。危ないツイートしたりしてたんで、ツイッターのアカウント凍結みたいな感じになっちゃってましたよね。ちょっと騒ぎ、一悶着ありましたけど、仁さんも頑張ってほしいです。さあ、というわけでね、開けていきましょうか。このね、劇場版のね、仮面ライダーアマゾンズシーズン1、シーズン2見てきた人が見たらもう感動ものですね。本当に、あの、集大成、これが完全なる完結編ってことなんですよね。寂しいですね。それ考えると寂しいですけどね。じゃあ開けていきます、せーの、じゃーん、はい、この通り。はい、というわけでこちらが Amazon アルファ本体でございます。こちらはね、よく見ていただきたいね、やっぱり複眼部分ですよね。こちらの複眼部分がね、緑色なんですけど、シーズン2ではね、なんと失明してしまったんですけど、シーズン1とシーズン2の間のお話の中で、回想シーンの中でオメガの刃で目を傷つけられてしまって、両目を失明してしまったんですよね。はい、それで目が白くなって、複眼は白くなってしまったんですけど、そしてこちらね、可動も見ていきましょうか。まずね、首はね、下向きにガッと動きますけど、こちらここまでですね、やっぱり。はい、で、あと上向きにすると、上はそんなに上向かないですね、そこまで。はい、上も下もそんな可動は深くないですね。横は結構深いかな、この動きは。横も結構可動制限ありますね、この辺りですね、うん、45度ぐらいですね。今にも喋りそうですね。おい、はるか、お前いい加減しろ。はるぞ。
ビッグそうですね。このベルトも見てほしいんですけど、ベルトはね、このね、汚し塗装がすごいんですよね。ボロボロなんですよね、ジンさんのベルトはね。模様が全然違うんですよね。こちらね、はい、オメガのベルト、アマゾンズドライバー、こうなっておりまして、はい、こちらがアルファのアマゾンズドライバーですね。全然違うよね、これ全然対照的な違いが出てますよね。色が全然違いますもんね。シルバーですもんね、こっちはね。シルバーでね、こっちは黒でね。おニューのベルトって感じですけどね。こっちはボロボロ。もうなんか、結構新しめみたいな感じですね。デラックスアマゾンズドライバーと同じ形状ですね、ほとんど。はい、2体交わりました、ついに。よう、はるか、久しぶりだな。何やってんだ？じいさんこそ。あと腕の可動も見ておきましょうか。腕の可動はこうなってまして、上に上がりますね。完全ガッツポーズですね。ガッツポーズもできます。こんな形で。ウェーイ！そして足はこうなって曲がりますね。グイッと曲がります。ここも動くし。エフェクトパーツだけなんですよ。武器パーツはついてません。こちらのね、バイオレットスラッシュエフェクトがついてまして、そしてあとね、手首パーツが8種類ついてます。これらを使ってね、いろいろポージング撮ってみたいと思います。いきましょう、 GO！ はい、ポージングが決まりました。こちらね、パッケージ通りにね、ちょっとやってみたんですけど、出来としては結構いい感じですね。かっこいいですね。やっぱりね、ジンさんのこのポーズはね、印象深いですね。シーズン2のネタバレになりますけど、やっぱりね、アマゾンネオの父親ってことでね、ジンさんはね、すごいね、ほんと葛藤してると思うんですよね。ほんと心の中でね。初子貫徹ってことで、もう心の中はもうアマゾンを殺すことしかもう考えてないっていうことですからね。もう男らしいっていうかね、野性味あふれる、ほんと、あの、バイオレンスライダーですね。バイオレンスライダーの真骨頂的な存在ですよね。ほんとね、アルファってね。うん、決まってますね。かっこいいですね。じゃあちょっと違うポージングもやってみたいと思いますんで、行きましょう。せーの、はい。シーズン2を見た人は一度は再現したくなるであろう、こちらの、ポージングですね。はい、まずアマゾンオメガがね、目に当ててますね、完全に。あのオメガがね、あの刃をね、目に当ててね、失明させたんですよね、アルファをね。はい、失明させてしまいました。それでね、すごくね、痛そうなシーンだったんですよね。もうほんとすごいやばかったですね、あれは。あのシーンは本当痛そうだったなと思ってね。仮面つけてる状態でもね、痛みが伝わってくるシーンでしたね、あれは。すごいシーンでした。はい。そのシーンの再現なんですけど、ちょっとこれの逆パターンも見てみたくないですか？逆パターン。今度は、オメガが目を狙われるみたいなところをちょっとやってみたいと思うんで、それやってみましょう。いきます。せーの！このね、逆にね、ジンさんが復讐した感じですね。もうこのシーンはすごいですよね、本当に。はい、目に入ってますもんね、完全に。はい、すごいですね、このシーンはすごい、本当に。はい、でも本当この映画でね、この2人のライダーがね、決着がつくのかどうかっていうのが本当見どころですね。とても楽しみです。この5月19日に公開される映画が本当に楽しみですね。というわけでね、次回もまた見てくださいね。グッバイ！こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タクチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。